私の名前はパニコ、25歳の会社員です。昨年2年間の付き合いを経て、3つ年上のユータと結婚しました。ユータはとても優しくて頼りがいのある人で、毎日幸せいっぱいに暮らしています。でも実は私には一つ気がかりなことがあって、それはユータの母親のことなんです。義母は一人息子のユータを溺愛していて、私に可愛い息子を奪われたと思っているらしく、嫁いびりをしてくるんですよね。この間も義実家に行ったら、ねえユータ、この間素敵なシャツが売ってたから買っておいたわよ、きっとユータに似合うと思うのよ。義母ったらいつもユータにいろんなものを買ってくるんです。すみませんお母さん、いつもユータのことを気にかけてくださって。あら、あなたなんかにお礼を言われる筋合いはないわよ。はい、さようで。ほら、ゆうた、着てみなさいよ。絶対似合うと思うのよ。そうですよね。ゆうたったら何でも着こなしちゃうんですよね。背も高いし、スポーツマン体型ですものね。あのね、ゆうた、このブランド結構高かったのよ。でもユータにはこれくらいのものを着てもらわなきゃね。あれ、もしかして私今度は無視されたの？ねえ、どう？ユータ、気に入った？どう？パニコ、ユータはちょっと鈍いところがあって、義母が私にきついこと言ったり、私を無視していることに気づいていないようで。かっこいいんじゃない？私は仕方なく相槌を打ったのでした。でもこんなことは日常茶飯事、他の日にはこんなこともあったんです。はい、今日のデザートはプリンよ。ほら、美味しそうでしょう。そう言って義母が持ってきたプリンですが、なぜか私の前には用意されていません。あれ、母さん、パニコの分がないじゃないか。あら、やだ、渡したらうっかりして家族分しか買ってこなかったのね。あらら、ごめんなさいね。たく、母さんは天然だな。ほら、パニコは俺の分食べなよ。そう言ってユータは自分の分を私に譲ってくれたんですが、これって絶対に確信犯ですよね。家族の分って私は家族の頭数に入ってないってこと？他にも夕食の品数が私だけ一品少なかったり、ステーキ肉が私だけ豚肉だったり、みんながコーヒーを飲んでいるのに私だけ中身がお湯だったり、義母はユータやギフに気づかれないような小さな意地悪を仕掛けてくるんです。ユータにも相談してみたのですが、ねえお母さんって私のことよく思ってないのかな。なんとなく嫌われているような気がするんだけど。私からしたら明らかな嫁いびりなんですけど、ユータにはそれとなく聞いてみました。何言ってるんだよ。母さんはパニコのことまるで娘ができたみたいって喜んでたぞ。まあ母さんは天然なところがあるからパニコの気のせいだろ。そっか、やっぱりユータは気づいていないのね。確かに義母は人前ではニコニコして愛想もいいし、あからさまに態度に出すこともないし、特にユータの前では絶対にボロは出さないので、気づかなくても仕方ないのかもしれません。でも私の気のせいじゃないですよね。義母ったら日頃から私の存在なんてないかのように振る舞うんですよ。実は私たち近くに住んでほしいという義母の希望で、義実家の近くに家を借りたんですが、義母ったら仕事帰りのユータを捕まえて無理やり義実家に連れ去っちゃうんですよ。もう今日はユータの好物を作って待っていたのに。ごめんよ、駅の改札を出たら母さんが待っていてさ、断りきれなくて実家に行くしかなくて、本当にごめん。こうして謝られるとムキになってユータを怒るわけにもいかないし、
でもね、普通妻の私に一言ありませんか？私のことを誘えとは言いませんが、私が家で食事を用意して待ってることぐらい想像できますよね。なんだか私の存在を無視されたような気がして嫌な感じ。かといって、ユータは両親思いで義母を大切にしているから、私が一人でギャースカ行っても面白くないだろうし。やっぱりこの状況、私が黙っているのが一番？私が距離を置いてお付き合いをしていたら、きっと全て丸く収まりますよね。幸いなことに、私も仕事が忙しく、ユータも特に強要することもなかったので、義実家にはユータ一人で行くことが増えました。ここ2、3ヶ月は義両親に会うこともなく、私もストレスのない生活を送っていたんです。そうこうするうちに時は流れ、季節はクリスマスを迎える時期に。ねえ、今年は結婚して初めてのクリスマスね。ちょうどイブの日は土曜日だし、二人でどこかに食事でも行こうか。付き合っていた時もクリスマスはいつもよりちょっとおしゃれな店で食事をすることにしていたんですよね。だから今年も当然そうするものだと思っていたのですが。ああ、クリスマスな。なんだか母さんが張り切っててさ、今年はパニコと二人で家に来いって言ってたよ。げっ、マジか。なんだか嫌な予感しかしないんですけど。そうなんだ。だからさ、俺たちで両親に何かプレゼントでも買ってさ、クリスマスは実家で家族一緒に過ごそうよ。素敵なレストランもいいけど、たまには家でゆっくりしよう。ここ数年はパニコとのデートでいつもクリスマスは家にいなかったからさ。どうやらユータはすっかり義実家で過ごすつもりになっているみたいです。ユータがそう言うなら分かったよ。さすがの義母もクリスマスの楽しい場で嫁いびりはしないでしょうし、仕方なく私は義実家行くことを了承し、結婚後初めてのクリスマスを義実家で迎えることにしたのです。クリスマス当日、義両親へのプレゼントを買った私たちは約束の時間に義実家へと向かいました。あまり気が進まなかった私ですが、プレゼントを選んだりクリスマスケーキを買ったりするうちに気分が上がってきちゃった。いくつになってもこういうイベントってワクワクするものですよね。それに私、クリスマスに食べるチキンが大好物なんです。ケンタも大好きだし、デパ地下のチキンだとなおさら気分が上がっちゃう。今年は義母がどこかの高級ホテルのオードブルとチキンを用意してくれるっていうし、楽しみ。義実家に着いた私たちは早速義両親にプレゼントを渡しました。今年は初めてのクリスマスだし、ちょっと張り込んでカシミヤのマフラーを買ったんです。あら素敵、これカシミヤじゃない。こんな高いものもらうなんて嬉しいわ。さすがユータ、センスいいわね。ほら、パニコさんにもきちんとお礼を言いなさい。こんな上等なものをありがとう、パニコさん。義母と違って義父はすごく常識的で紳士なんですよね。いえいえ、いつもお世話になっていますし、こんな時しかお礼をできないので。でも義母は相変わらず私の言葉なんて聞いてません。これユータのお給料で買ったんでしょ。ありがとうユータ。ですって。むかー、お金を出したのも選んだのも私ですけど。いや、これはパニコから二人へのプレゼントで。何言ってるのよ、パニコさんの給料でこんないいもの買えるわけないじゃない。私がどんだけ稼いでるか知らないくせに何言ってんのよ。見ると義父もユータも渋い表情をして義母を見ています。いつも二人の前では嫁いびりの素振りも見せないのに、しばらくぶりに私に会って行動がエスカレートしちゃったのかしら。そして次の瞬間、義母は思いがけない言葉を口にしたんです。私も二人にプレゼント用意したのよ。ユータにはセーターでしょ。そして、はい、パニコさんにはこれね。そう言って義母は私に紙袋を手渡してきました。え、私にプレゼント？本当に？義母からプレゼントをもらえるなんて思っていなかった私は、まさかの展開にちょっとテンションが上がっちゃいました。
ありがとうございます。あー嬉しい。でもね、袋の中身を見てびっくり。中から出てきたのはなんと赤いリボンがかけられた亀の子だましだったんです。これってほら、パニコさんってお掃除苦手でしょ。この間お宅に行ったらシンクが曇ってて気になってたのよね。ゆうたにはいつもピカピカの家に住んでもらいたいし、パニコさん、このたわしで家中きれいにしてね。はあ、プレゼント渡しながらダメ出しかよ。ふざけんじゃないわよ。でも頭に来たのは私だけじゃなかったようです。こら、お前は何を考えてるんだ。パニコさんに失礼だろうが。ギフの声がリビングに響き、さすがのギボンもビビったようです。ちょっと、もう何本気で怒ってるのよ。ちょっとしたジョークじゃない。お父さんは冗談もわかんないんだから。その言葉にユータもほっとした様子でこう言いました。そうだよな、びっくりした。母さんが本気でこんなプレゼントよこすわけないじゃないか。いやいや、ユータ、この人絶対に本気だってば。でも私は喉まで出かかった言葉を飲み込みました。だって今日はせっかくのクリスマスだもの。私は両親思いのユータに楽しい夜を過ごしてもらいたかったんです。もうお父さんたら真面目なんだから、なんだか白けちゃったじゃないの。それじゃあそろそろ食事にしましょ。そうだね、俺お腹ペコペコだよ。納得はいかなかったんですが、私はなんとなくその場の雰囲気を壊すのも申し訳なくて、そうですね、私もお腹空いちゃいました。わざと明るく振る舞っちゃいました。こうして私たちは何事もなかったかのように食事の席に向かいました。テーブルの上には所狭しとご馳走が並べられ、すごく華やかで美味しそうです。わあ、美味しそうですね。すごい。お母さん、ありがとうございます。私が思わず声を上げると、ゆうたも一緒になって言いました。へえ、母さん張り切って用意してくれたんだな。ありがとう。さあ、家族みんなでいただきましょう。でも、次の瞬間、私、気づいちゃったんです。私のチキンがない。そうです、義両親とユータの席には立派なチキンが用意されているのに、私の目の前には茹でたじゃがいもが一個あるだけだったんです。さあ遠慮なく召し上がれ。唖然とする私を無視して義母は満面の笑みを浮かべて食事を進めてきました。亀の子たわしだけじゃ飽き足らず、その上こんな幼稚な嫁いびりをしてくるなんて、何が家族みんなでじゃ。私の怒りは脳天を突き抜けて限界突破。もう我慢の限界でした。だいたい義母はチキンが私の大好物だって知ってるはずなんです。それなのに私のチキンだけないってどういうこと。と隣を見ると、さすがのユータもこの事態に気づいた様子でした。これはやっぱり許せないな。私にだけ聞こえるような声でボソッとつぶやくのを聞いて、私も覚悟を決めました。今日という今日は白黒はっきりさせてもらいますよ。人がおとなしくしてたら図に乗ってこんな幼稚な意地悪をしてくるなんて許せん。お母さん、私のチキン。あら、ごめんなさいね。家族の分だけ用意したのよ。ヘラヘラ笑いながら言う義母。私が抗議しようと口を開いたその時、ユータが立ち上がってこう言ったんです。母さん、今家族の分だけって言ったね。母さんの言う家族って誰？パニコは家族じゃないって言うの？俺の妻が家族じゃないなら俺も家族じゃないよね。何言って。母さんさ、これまでもわざと意地悪してたんだね。さっきのプレゼントも冗談なんかじゃないんだろ。あのさ、チキンとプリンが
パニコの二大好物だって母さんも知ってるよね。ごめんよパニコ、俺母さんがうっかりしてるだけだと思って気づかなくて、こんなひどい母親だったなんてがっかりだよ。そんなちょっとした冗談よ。慌てて取り繕う義母でしたが、時すでに遅し。お母さん、冗談にも程があるって言葉ご存知ですか？私家族じゃないんで帰ります。あとは家族だけで楽しくやってくださいな。私は立ち上がるとテーブルを後にしました。そうだな、俺も家族じゃないからパニコと帰るよ。そう言ってユータも私と一緒に帰り支度を始めました。それを見て慌てた義母。ちょっと待ってよ、ユータは家族でしょ。あ、ね、行かないでよ。最愛の息子にキレられてすっかり焦っている様子です。でもその時、それまでずっと黙って事の成り行きを見ていた義父が口を開いたんです。このアホンダラが、お前と来たらこんなにできた嫁になんてことを。パニコさんはうちの家族に決まってるじゃないか。そしてさらにユータが追い打ちを。あのさ、俺の最愛の奥さんをこんな目に遭わせるなんて、もうあんたとは親でもなければ子でもないよ。金輪際俺たちとは関わらないでくれ。まさかの絶縁宣言にさすがの義母もショックを受けたようです。え、ちょ、やだ、冗談でしょ。ね、なな、本気じゃないわよね。え、待ってよ、ユータ。泣きすがる義母を残し、私とユータは義実家を後にしたのです。その後ユータは義母と縁を切ってもう二度と会わないと宣言。そしてなんと義母は義父から離婚を言い渡されて家を追い出されてしまったそうです。実は義母、ユータが結婚して寂しさからホストクラブにはまって借金までして通い詰めていたんですって。老後の資金にと貯めていたお金にまで手をつけてしまい、とうとう義父の堪忍袋の尾が切れたようです。今はどこかの寂れた旅館で住み込みで働いているそうですが、最愛の息子に見放されたショックですっかり老け込んでしまったって噂です。自業自得ですよね。私たち夫婦はというと、以前よりお互いを気遣いながら仲良く暮らしています。ごめんよパニコ、まさか母さんがあんな嫁いびりをしてるなんて。そうね、私もなんとなくユータに言いづらくて一人で悩んじゃって、きちんとユータに相談すべきだったのよね。これからはきちんと話し合っていこう。遠慮せずに何でも言ってくれよ。二人で仲良く生きていこうね。うん、でもね、二人じゃなくて三人で生きていくことになりそうよ。え、三人で、それってもしかして。そうよ、ゆうたもパパになるのよ。そして私もとうとうママよ。ひしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。